今日はローレンツ力と更新力について学習していきますローレンツ力についてごくごく簡単に説明したいと思いますこのように磁石があったとするとこの向きに磁界が発生している電荷が1つあったとしてこの磁界の空間内をこの向きに済んだとしますそうするとフレミングの左手の法則によってこの向きに力を受けますこれがローレンツ力です ま、電磁力とほとんど同じなんですけども、ローレンツ力の場合は、電荷1個分が受ける力をローレンツ力という。電磁力はですね、電流が流れている導体が受ける力ですね。そういった違いがあります。それからですね、ちょっと注意してほしいのが、高校物理では静電荷、プラスの電荷で考える場合が多いんですけども、電源3種ではですね、不電荷、電子で考える問題がほとんどです。なので、そこ注意してください。プラスマイナス逆になってますんで、 ということはですね、ローレンツ力の方向に注意してください、ね、プラスの時とマイナスの時で逆になりますからそこ十分注意してくださいローレンツ力の公式について説明します高校物理の場合はですね、F イコール QVB という公式で習います Q というのは空論で V は進む速さですねメートル毎秒 B はテスラですこの公式がどのように成り立つかというと 電磁力の公式を変形させればわかります。例えば B テスラの磁界が発生している空間がある。そこに L メートルの鉄の棒を置いたとします。そこに電流 I アンペアを流したとする。そうすると、フレミングの左手の法則により F ニュートンの力が発生すると。それが F イコール BIL の公式で表すことができます。Q クーロンの電荷をこの胴体に流したとします。電流 I というのは t 分の9という式でで表すこととができる。t というのは秒です。だから1秒間に何クーロンの電荷が流れるかというのが電流を表しています。ところでこの電荷がですね速さを v m 毎秒とするとこの導体の長さ L=vt イコールと表すことができる。道のりイコール速さかける時間の公式ただそれだけですね。v は速さ t は時間ですね。そうするとこの式が成り立ちますと。 あとはですね、この式を先ほどの f イコール bil の式に代入すれば、qvb という式が成り立つと。まあ単純ですね。こんな原理です。電験算種ではですね、f イコール bev という式を使いますね、うん。これね、別にね、こっちの式と何も変わりないです。q のところをね、e って書いただけ。うん、この e って何かっていうと、電気素量。電子、陽子、1個分のね、電気量のことを e と表してみます。 e クーロンは1.60にかける10のマイナス19乗クーロンとまあ、ちなみにこれにマイナスくっつければ電子の電気素量となります。暗記する必要はないです。電験算数でそんなのは問われません。まあ、私ですね。大学時代はですね。大学の先生にね。あの電気電子習ってるんだったら、このぐらいは覚えるべきだと言われてね。暗記させられました。で、その時にね。私勝手に作った語呂合わせなんですけども、色鬼とマイクなんてね。 こんなふうに私は覚えました。まあ覚えたい人は覚えてみてください。電験三種ではそこまで覚える必要はないと思います。ではローレンツ力についてもう少しね、詳しく考えていきましょう。はい、磁石ありました。磁界が発生している。そこにプラスの電荷をこのように進ませると、フレミング左手の法則により、この方向に力を受けると。で、その時の式は F イコール QVB となります。 ではですね、このプラスの電荷を電子に変えてみますそうすると e ク e ロンなんでこの式9のところにマイナス e を入れればいいだけこのようになるマイナスがついてるということはこの方向が逆向きになりますってことはこっちの方向だねその時の式は f=bev というふうになるこの式ですねこの公式は暗記事項なので必ず覚えましょう 電験算種ではほとんどがね、あの電子の動きがどうなってるかっていうのをね、考える問題ばっかりです。なので、電子においてですね、ローレンツ力を考える場合は、プラスの時と方向が逆だって考えれば分かりやすいと思います。電子のローレンツ力を考えるコツ、マイナスは逆方向の意味と考えると。そうすると分かりやすいと思います。ではですね、この後電子はどのように進むかと、ね、それをちょっと考えていきましょう。 ではこのようにね、磁界が働いている空間があり、そこに電子があったとしましょう。電子がこの向きに進んだとします。そうすると、F、F=BEV の公式から力を受けます。力は先ほどのね、えー、左手の法則のその逆だね、逆の考え方でいくと、はい、こちら方向に力を受ける。そうすると、はい、電子の進行方向がね、下向きにずれていきます。で、またさらにここから、 この力を受けるはいさらに進行方向をずれますそしてまた力を受けるとはいこれの繰り返しですね進行方向をずれる力を受けるねこれの繰り返しでこんな感じで変化していきますこのようにですね電子はこの赤線に沿ってね円を描いて回転するように動いていますこの青線は電子が受けている力ですこれはですね このようにですね回転しているとではこの回転の向きなんですがこういうふうに覚えるとくといいです電子の場合はミニネジ方向で回転しているというふうに覚えましょうこれちょっと注意してほしいのがですね電子の場合はミニネジ方向ですこれね静電荷の場合は逆なのでちょっと注意してくださいではですねこの回転の運動について詳しく見ていきましょうでは先ほどの円運動についてなんですが これについてね、詳しく見ていきましょう。ここに電子があって、電子には、抗震力という中心に向かう力が働いています。そしてこの電子は回転していると。ではこの時のですね、抗震力の公式なんですが、これです。これは必ず暗記してください。もう丸暗記で結構です。なんですけども、一応はですね、これの式の出来方、解説していこうと思います。はい。まずはですね、F イコール MA という式があります。 M は質量です。A は加速度です。これはね、高校物理のね、一番最初に習う公式です。力というのはこの公式で計算できます。では、電子がここにある時点での速さ。これを V とします。そして、T 秒経ったとして、じゃあこのあたりに移動したとして、電子の速さ。速さは同じですね。方向は変わってますけども、速さ自体は同じ。ではですね、この二つの、この矢印ですね。 これをちょっと拡大します。この上向きの矢印、これです。この斜め向きのやつは、これです。この矢印のね、後ろ側をくっつけてですね、こう一致させるようにしました。で、この時にですね、速度の変化は、ここからここまで、この赤線で表しました。今ですね、加速度をね、求めようとしております。なので、瞬間の速さの変化を考えます。瞬間の速さっていうのは、 非常に短い時間の速さの変化です。だから t は十分小さいものとします。この t 秒後の t ね、これをものすごく小さいものと考えて計算をしていきます。では、この電子ね、ここからここに移動した時の角度をですね、シータとします。そうすると、ここの角度もシータとなります。まあ、これなんで同じになるかっていうのはね、あの、自分でね、ちょっと作図して確認してみてください。すぐわかりますんでね。まあ、ここ、とにかく同じだと。 今 t 秒というのを十分に小さいものと考えてますのでってことは動いた角度も非常に小さいとこの角度ねシータは十分に小さいものとして考えていきますこの部分なんですがこれ三角形の状態になってますがここはですねことして考えていきますこんな状態ですこれなぜことして考えるかというとシータを十分に小さくした状態で考えますなぜならこのような状態にすると この赤い部分ですね。これがこの部分なんですが、もう直線と同じような状態になるんですね。だから、もうことして計算していきます。では、この赤い部分の長さはいくつかというと、角シータのこの長さは、r シータ、半径×シータの公式で計算できますので、この部分はですね、半径 v なんですね。で、角度はシータなので、ということは、この長さ、まあ、いわゆる速さの変化なんですけども、速さの変化は、 それを t で割ればつまりは加速度 a になりますところでこの t 分の θ の部分ですねこの部分これはね角速度オメガ。角速度というのは1秒間で何ラジアン角度が動くかというのが角速度ですだから t 分の θ はオメガで表すことができるつまりこの式は v オメガとなりますところでこちらの図形にちょっと戻りますここの半径を r とします 角のこの長さは rθ です。これを踏まえて考えると1秒で角オメガが増える時のこの長さが V になるとだからここがオメガだった場合ここのこの部分が V になるそういう関係ですねそれを式で表せば V イコール R オメガとなるってことはですねここの V に R オメガを代入するとつまりは、はい、この式は R オメガ2乗となります では今 A イコール r オメガ2乗って出ましたのでこの F イコール MA の A のところにね r オメガ2乗代入しますそうすると F イコール m r ガ2乗という式が成り立ちますそれからですね V イコール r オメガという式ねこれをね変形させるとオメガイコール R 分の V ではこの式をですねこちらのオメガ2乗のところにね代入してしまうそうすると F イコール mr 分の v 以上という式ができますということで結論です今回覚えるべき公式はこれです f イコール bev これはローレンツ力ですねそれはイコールこちらの行進力の公式これになると今回覚えるべき公式はこれですこれを覚えれば十分です今日はローレンツ力行進力について学習しました覚えるべき公式はこれだけです ただし注意してほしいのはやはり力の働く向きですね電験三種では電子の動きについての問題が出されます静電荷の場合と働く力の向きについてですね考え方が逆となりますのでそこに十分注意しましょう以上で今日の学習は終わりですお役に立てましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました